本当ですね。全然想像つかない。想像つかないですよね。すぐね、落ちそうですけど。ねえ、はい、ですよね。いやなんか現役でね、だいぶ活躍されてたお二人ですけれども、まあ、引退されて、まあ、どういう生活を送られてるんですか、松中さん。いや、僕はもう解説とかばっかりです。はい。はい。はい、で、ぐらいです。あとは息子の試合を見に行ったり、はい。まあ、知ってる人は知ってるんですけど、僕ハンドボール、息子やってるんで、ハンドボールの試合見に行ったりとかしてます。あ、じゃあ試合見に行ったところでこう、ざわざわならないんですか？あ、もう、世代、お母さんたちの世代なんで、ざわざわします。ざわ、するけれども、しっかりと応援に。はい。はい、山村さんは？私はほぼ遊んでるか、まあ、ゴルフして遊んでるか、最近ちょっとこういった仕事をいただいたり、はい、YouTube 配信もありまして、はい、私が番組持ってるわけじゃないんですけど、まあ、ゲストみたいな形で行って、はい、